皆さんこんにちは、ピストでございます。横座もの物語ね、続きやっていきたいと思います。春場所の後半戦、通算は970回目だ。では行きましょう。七条さんは9日目、両替さんとの同門対決。五条さんが小工事さん。さあ、九条さんね。で、小工事さんは現在横綱戦2連敗中。六条さんが大関の赤月さん。八条さんと花山さんの同門対決。おっとっと飛ばした。で、両替さんね。まずは九条さんの勝ち越し戦の確認ですね。新丸さん、十両筆頭か。お相手は4勝4敗。残った。ああ、九条さんがじわっといく。追い込んだ。そして小手投げ。寄り切りとかではなく小手投げできました。五条さん8連勝、塩小路さん6勝2敗の同門対決。さあ、五条さんは勝ち越してくれましたね。逆にバランスが良くなったと見ていいのか、これは。あ、しかし塩小路さんが一気に詰めていく。送り出し、五条さんはこれがある。9連勝。六条さん現在8連勝中ですね。今日は大関の赤月さん。現在赤月さん5勝3敗。さあ、六条さんはチターンに入ったら一気についていく。そして追い込んで突き倒し。六条さん9連勝。七条さんが現在8連勝、両替さんが5勝3敗。こちらはどうも対決。残った。七条さんがじわじわと詰め寄っていく形ですね。両替さん必死で抵抗、返せない。さあ、寄って追い込んだのは横綱。両替さん土俵際で粘る。粘れないか、粘れない。七条さんの勝ち。七条さん9連勝。さあ、ということは花山さんも負けられないですけど、こちらも同門対決。6勝2敗の八条さんと、どうした、今場所は4横綱強いぞ。全員もともと見たかった図式ではあったんですけどね。久方ぶりの4横綱でね、もう13日目から勝負が分かれていくっていうのもね。さあ、追い込んだ。でも八条さんやっぱり粘るね。もう一回チャージしていく。追い込めるか。おお、返してくる。八条さん今度は硬くなった。おお、押せない、寄れない。おお、なんとかやる。上手投げ。花山さんの勝ち。花山さんもこれで9連勝。4横綱強い。陣内さん落とした。今日は、坂戸所さんとねの一番でしたね。あとは高西さんね、エマさんも勝ち出してるので、コマレさんも勝ってるからね。で、九条さんが石井花さんを破って勝ち越しと、ということで、9連勝のメンバーね、4横綱とね、鳴門奈美さん変わらずというところで、高山さん勝ち越しましたね。陣内さんが現在7勝2敗、一個深くと2つ目の深くね取っちゃいましたね。では、トカメいきます。七条さんはラオさんと、五条さんがその噂の陣内さんと、もう九条さんはね、十両優勝を狙えそうなね。で、塩越さんは校長エマ西区さん、六条さんが鳴門奈美さん、全勝同士。
八条さん結構下と当たる、両替さんも下と当たる、この辺は勝っておきたい。でまあまあ強い人ばっかりやけどね。で花嫁さんが高山さんね。おっと、空城王さんは大小金さん、お相手は3勝6敗。あ、ごめんなさい、ここからごめんなさいね、もう九条さんは全発しますね、すいません。6勝3敗同士、塩小路さんと前頭3枚目エマニシキさん。残った。塩小路さんはここから巻き返して、なんとかね11番は勝ちたいね。寄り倒し、これは力の差ですね。両替さんは塩の海さんですね。お相手は3勝6敗、これはパスします。あ、もう一個あったね、ごめんなさい。で、五条さんは小結び陣来さん、お相手は7勝2敗。なんで今塩小路さんの私一戦見たんやろね。まあいいけど。横林さん強いね。陣内さん破りましたね、10連勝。で全勝同士、9連勝同士の1番六条さんと鳴門奈美さん。これでも本当に12日終了までね、全員全勝、4横綱全勝ありえるかもしれない。五条さんのね、陣来さんとの一番は、これはちょっと気がかりですね。わー、突き落としました。六条さんも10連勝。七条さんは小結びラオさん。お相手は6勝3敗。八条さんの大日向さんのやつがね、スルッとね、飛ばしちゃいましたけどね。まあまあ、もともと見るつもりはなかったんでよかったんですけどね。表記が一瞬で消えちゃいましたけど、申し訳なかったですね。さあ、七条さんもちょっとラオウさん苦戦してるか、うん、そんな感じ。ラオウさん怖いのはね、ターン回ってこない場合があるんですよね、自分の方の。ただ、うん、持続力、あー、はたいた。持続力はないと思ってたからね、ラオさんの場合ね。花山地さんは高山さん、お相手は8勝1敗。もう花山さんもこれで落とせなくなった。他の3横綱は9連勝10連勝か。危ない、突き出しました。花山さんも10連勝、4横綱全員10連勝はすごい。翔子さんもね、馬錦さん破って、あ、勝木さん、高錦さんに勝ちましたね。誉れさん破れた、これで6敗目か。九条さんは相変わらず1敗をキープ、ですね。トカミ終了しました。これでごめんなさい、全勝10連勝は4横綱のみ。八条さん、塩小井さんが7勝3敗で勝ち越しまであと1個。両替さんが、6勝4敗か。塩小路さんは結局誰と当たってないんだ。花山さんか。で、鳴門奈美さんが9勝1敗、高山さん8勝2敗と。海湯は6勝が最高かね。何やかんやって高錦さん6勝なんですよね。で、エマさんで沖野桜さん、カズサナダさん、ヒューマさんと結構ね、名だたる面々で、十両9勝1敗は3人かな。九条さんとバレーホーさんと戸越原さんで、8勝2敗が4人。不破の国さん7勝3敗か、ちょっと足踏みしてますね。では、11日目参りましょう。七
条さんが高山とさん、五条さんはナルトナミさんね、いっぱいの。しょこいさんは高西さんで、六条さんが噂の陣来さん、八条さんは塩野美さん、救い投げの名手。両替さんは大日向さんで、花嫁さんがラオさんね、結びの一番。九条さんは5勝5敗の成田天山さんとですね。塩越さん勝ち越しかかってます、6勝4敗多賀錦さんと。さあ元三役ね、関脇まで上がってた多賀錦さんとの一番となります。おー、いけにく。そして突き出しストレート部で勝ち越し、これで8勝3敗か。両替さんは4勝6敗大日向さんと、これはパスしましょう。で、八条さんも勝ち越しかかってる、3勝7敗あー、だいぶちょっと落ち目になってきましたね。塩野美さん、こちらも一気に追い込んだ、しかし塩野美さんここでまわしを取った、しかし抵抗もなしく八条さんを押し出し、八条さんも8勝3敗五条さんは9勝1敗のナルトナミさんとね。嘘っていうね、11連勝あるか。おお、いった、11連勝。六条さんは小結び陣内さん、お相手は7勝3敗上手出し投げ、六条さんはここで土。七条さん、8勝2敗小結び高山とさんと。さあまず4横綱六条さんが負けました、11日目ね。ケタグリ、七条さんは11連勝。そして最後花嫁さんは6勝4敗小結びラオさんと。取ったり、花山さんも大技。ということで4横綱、まず1つつまずいたのは6条さん、8条さん、両替さんね、きっちり勝ちました。塩越さんも勝ち越しましたね。あとは両替さんが7勝目になったのか。暁さんと山さんは暁さんの勝ち、誉さん粘ってる。これはでもね、現在ラオさんが6勝やけど、こっからトントン拍子で負け越しゾーンに入るのもね、あるかもしれないね、うちの上位陣と当たれば。またでも13日目からかかるかな、明日までやからね。では、その12日目、あ、ごめんなさい、12日目でね、星取り表でしたね。六条さんが1個つまずいた形ですね。で、両替さんが勝ち越し1とね、言ってた通りですね。では、12日目いきましょう。七条さんが陣来さんとね、五条さんがラオさん。さあ、一気に来られるとね、五条さんもやばい。塩越さん勝ち越しました。あとは両替さんの勝ち越しが見れるかどうかね。孫両替さんは、エマさんとか、勝てるかだな。で、花嫁さんは、ナルトナミさん。おっとっと、あれ暴れる。ごめんなさいね。12日目いきましょう。九条さんは、ジンバさんね、お相手は6勝5敗。塩浩二さんは塩野美さんとね、お相手は3勝8敗あ、ごめんなさい、入っちゃったね、パスしますね。で、両替さんが勝ち越しかかってます。
あー、6勝5敗まで来ちゃったか。エマニシキさんとね。残った。両替さん一気にいった、ストレート勝ち、突き出してこれで8勝4敗。八条さんは高西木さん、お相手は6勝5敗。あ、これパスね、ごめんなさい。で、五条さんがラオさん、お相手は6勝5敗。6勝5敗が多い。残った。五条さん完全に確変ゾーン入ってるやん。あー、ここもラオさん寄り切る、12連勝。六条さんは8勝3敗。高山さんとね、上同士で当たる前までにはなんとかここも勝っといて、少なくとも1敗でね、明日以降も迎えたいですよね。おー、高山さんがアクティブに仕掛けてくる。しかし押してるのは六条さん、追い込んだ。もろ差しで勝ちました。なんとか1敗をキープ。七条さんは陣内さん、お相手は8勝3敗。張りてー、もうなんとかを寄り切りました。七条さん勝ちました、12連勝。さあ花嫁さんは9勝2敗、関脇鳴戸奈美さんと。はたき込み、花嫁さんも12連勝。4横綱今日勝ちましたね、全員。暁さんもこれで勝ち越しなのかな。誉さん落としたね、これで7敗目か。若しぐれさんの下手出し投げ、九条さん強いね。12日目終わりました。全勝が花嫁さん、七条さん、五条さん、そして、六条さんが11勝1敗で追いかける形。八条さん、正子さん、9勝3敗。両替さんは8勝4敗。まあまあ勝ち越したから OK ね。で、三役で負け越しの可能性は現在あるのはラオさんと誉さん。ラオさんが6勝6敗、誉さん5勝7敗。高山さんも8勝までは良かったけどね、そこからもう4敗しちゃってますね。で、下位で勝ち越したのは沖野桜さん1人、ヒエンさんとヒューマさん、玉ハエトさんが7勝5敗、7勝ですね現在。重量、バレオさんと九条さんが11勝1敗でトップ、10勝2敗が西尾さんと戸越嵐さんという状態ね。13日目、さあここからは上位同士の争い、七条さんと五条さんのまず軽犯対決、しかも全勝同士の一番。九条さんは八郎方さんか、まあまあ強い相手よ。で、小浩二さんと両替さんの、同門対決。八条さんはごめんなさい、暁さんとね。で、花嫁さんと六条さんと、九条さんは10勝2敗の八郎方さんと、両替さん8勝4敗、塩越さん9勝3敗の同門対決。さあ塩越さんはできれば12勝3敗ね、最高が全部勝ったとして。さあ言ってる間に両替さん追い込みました。押し出し、制したのは塩越さん、これで10勝目。八条さんは大関の暁さんと、暁さんは現在8勝4敗。
九条さんは現在9勝3敗。あ、九条さんじゃない、八条さん。で、八条さん勝てば、これで八条さんも2桁勝ちになりますね。残った。お、八条押されてる。真ん中戻せない。お、戻した。もう一回リードするのか。あー、でも赤崎さんがまた今度は押し2つ3つ。おー、追い込まれた。怒涛の突き返し4つ。5つはいかない。すごい一番押しと突き。赤月さんは押し、ほぼ押し一辺倒。さあ、八条さん、おお、一気にいった。そして突き出し、逆転勝ち。さあ、全勝同士の鶏飯対決、七条さんと五条さん。はたき込み、制したのは七条さん。花嫁さんと六条さんね、花嫁さんが12連勝中、六条さんが11勝1敗。六条さんは敗れると、優勝戦線ほぼ脱落にはならない。六条さんが粘った。これで12勝1敗同士。あ、自分、そうやね。だから全勝は七条さん1人になったということですね。あー、ナルトナミさんと高山さんだったら、うん、高山さん勝ちましたね。で、陣内さん、ラオさん敗れた。誉さんは粘る。九条さんは八郎方さんに勝ちましたね。ということで、13日目終了時点で、全勝は七条さんと1人ですね。ただで、ラオさん、ホマリさん6勝7敗で負け越しピンチの状態。エマさんも上位との壁かな。当たってここで連敗続いて6勝7敗か。では、14日目いきましょう。今日は七条さんと六条さん。さあ、七条さんの全勝を止めるのは誰なんでしょうか。まれに見る横綱ね、4人での優勝争い、もう最初で最後かもしれん。九条さんは10勝3敗の西尾さん。8勝5敗同士、両替さんは大関同士ですね。赤月さんと昨日は八条さんは赤月さんに逆転勝利。両替さんもついていく。今日のラオさんじゃない、赤月さんは月が多い。
両替さん、まわしを取らないね、今日は。突き戦法か。残った。土俵際ね、ああ粘りきれない、突き倒し、両替さんは敗れました。10勝3敗同士の同門対決、大関の八条さんと関脇塩越さん。塩越さんね、最低11番欲しいね。ここ勝てばなんとか11番まで持ってこれるね。おお、送り出し、こらえた。おお、塩越さん、こらえた。あー、でもここで決まってしまった。塩越さん、送り出しに弱い。七条さん、13連勝中。そして六条さん、12勝1敗の横綱投手の同門対決。ケタグリ2発、2発目が決まった。これで七条さんも敗れて、全勝消える。さあ、優勝戦線に生き残るのはどっちか。12勝1敗同士、花嫁さんと五条さん。花山さんがグイグイ押していく。そして五条さんも負けじと真ん中に戻してきた。もう一回花山さんが押す。お、五条さんが今度は逆に入った。突き2つ、はたき込みはこらえた。また五条さんが粘る。はたき込み、今度もこらえる。花嫁さん返せない。さあ、五条さんが追い込んだ。まさかの五条さんの勝ち。花嫁町さんが脱落。しおこじさん痛いっぱいやね。で、両替さんね、敗れましたね。ラオさん負け越し確定。誉さんは粘った。陣内さん、高山さんに負けてるんだ。エマさんは7勝7敗か。粘ったね。九条さん、2勝3に敗れる。これで2敗目。荒れてきた。14日目終了。花山さんが12勝2敗。ほう、これで脱落やね。千秋楽は、もし七条さんが負ければ、六条さんと五条さんの勝った方、五条さんは二星、連続優勝。本当にここで現実味が出てきました。で、八条さんが11勝3敗。塩越さんね、惜しかったね。12番勝ちたかったけどね。明日は千秋楽は赤月戦か。赤月さんだよね。ラオさん負け越し。誉さんは浅野方さんと7勝7敗か。重量、トップはバレホーさんですね。13勝1敗。それを追っかける九条さんと床石原さん、12勝2敗という状態。では、千秋楽、七条さんと花嫁さん、結びの一番。七条さんが勝てば、優勝決定戦ですね。で、この五条さんと六条さんが、勝った方と優勝決定戦になります。で、七条さんが敗れれば六条さん、五条さん勝った方の単独優勝という状態ですね。九条さんは門松さんとですね、お相手は9勝5敗。塩越さん、11勝目なるでしょうか。9勝5敗の赤月さんとの一番。さあ、赤月さんを一桁で止めれるか。残った。
つった、戻した、で、そう突き落とし、塩越さん11勝4敗で終了。八条さんが11勝3敗、両替さんが8勝6敗の同門対決。両替さんは大関らしくないね、結果になるね、負けると8勝7敗かよね。八条さん12勝目なのか。追い込んだのは八条さん。突き出しました。八条さんが12勝3敗、両替さん8勝7敗で終了。13勝1敗同士、 6条さんと5条さんね、勝った方が、優勝もしくは、優勝決定戦。その五条さん一気にいく、ケタグリー。五条さんが14勝1敗で終了。花嫁さんと七条さん、花嫁さんが12勝2敗、七条さんが13勝1敗。七条さんが勝てば優勝決定戦、花嫁さんが勝てば五条さんの2場所連続の優勝。びっくりやぞこれ。まあある意味棚本もあるけど、陣内さんとか破ったのがねやっぱりでかいよね。五条さんは、六条さんも破るとは思わんかったけどね。六条さんと花山さんか。吉祥さんがなんとかでも追い込むまではいかないね。土俵際一歩手前で止まる、こっからが入らない。さあ追い込んだ、ようやくここで吉祥さんが追い込んだ。金山さんももちろん粘る、押し出し。七条さん14勝1敗、これで優勝決定戦になりましたね。誉さんは粘った、逆転勝ち越しか。エマさんもそうだよね。九条さんは、千秋楽見事に勝ちました。はい、まずは星取り表からですね。七条さんと五条さんがもう一度優勝決定戦、軽判対決がこの後待っております。で、花嫁さん12勝3敗、六条さん13勝2敗、八条さん12勝3敗、両替さんはちょっとね、いただけなかったですね。8勝7敗、塩越さんは11勝4敗、これ動いた時あるんかな。陣内さん10勝5敗かね、ナルトナミさんと、で高山さんが11勝4敗で、ラオさんは3つ負け越し、陥落すんのかなこれ。あー、沖野桜さんと玉谷さんが10勝5敗で頑張りました。で、重量はマレホさん14勝1敗で重量優勝、13勝2敗九条さんと戸越原さんか。はい、ではまず優勝決定戦、優勝決定戦の軽判対決は記憶にない14勝1敗同士。さあ五条さん、ケタグリー。五条さん優勝ならず、七条さんが優勝、技能賞山根式さん、関東賞高山さん、主君賞塩浩二さんという3勝でした。2場所連続はなかったけど14勝1敗はすごいぞ五条さん何があったんだろうね。調子そんなでもなかったはずやけどね、下り坂やったはずやから。どっちか言ったら七条さんのがね、好調やったもんね。はい、ということでエンディングカット。誰が辞める、あっ塩越さん上がってないな、これ変動あったんかな。はい、では見ましょう。まずは親方の力、ちょっともうね30分超えてるんでね、実績は5つやね。で、10の9の10の10で、ここ見ればわかる。幕内が一人やから、変動はあったね、これ。ただ、塩越さんが大関に上がれなかったんだ。ね、九条さんがようやくここで上がりましたね。で、来場所は
5月場所になるので、まずは47の伸びしろやから、まあ少ないっちゃ少ないんだけどね、1回小遣い入れる前に完成させよっか。で、持続力なんかも70キープしたいからね。九条さんが判断力を上げる機会になると思います。七条さんは何回目の優勝や。7回目か。七条さんの7回目の優勝何がおもろいねっていうところですけどね。なるほどね。花嫁さん3回か4回かまだ優勝、あ、6回してるんか。そっかそっか。2人ともまあ2桁はいくでしょうね。六条さんで今9回、あ、10回か、2桁いってるんだね。さあ番付見ましょう。ああ、そうやね、そういうことやね。で、塩小路さんが成績分けに上がっ、東方のね。で、小結びが1人かけたんで、ラオさんが一気に落ちた。浅野方さんが、あ、高西木さんが三役復帰ですね。で、九条さんが前頭のどんじりに上がってきたと。で、十両に十条さん。ということは、うん、誰も引退してないから新人はいないですね。という形になりました。ということで、またね、次回は夏場所という状態になってまいりました。今回もね、ご視聴ありがとうございました。終始変なテンションでね、今場所は申し訳ございませんでしたけどね、私もこれで安心して、眠りにつけると思います。それではさよなら。